本日が9月2日火曜日、ただいまの時間が午後8時になろうとしているところです。本日のお相手は私佐藤博之と制作部の中村雄一です。よろしくお願いします。もうあっという間に9月なりました。はい、もう早いですね。暦の上ではもう秋ぐらいですか。そうですね。早いな、なんかあっという間ですね。もうね、うん、秋になってだいぶ経つんじゃないですか、暦の上では。そうか、多分、うん、10月から冬ですか、暦上はになるんですかね。どうでしたっけね。そうだから、あの俳句とかのって分かんないですよね。123が春って言われても12はどう考えても春じゃないですよね。ああ、そうね、123が春で、はいはい、4、5、6が多分夏ですよね。7、8、9が夏で、ね、うん、秋で10、11、12が冬ですよね、うん、多分ね。そんな当分されてないしね。だから僕らのイメージでは3、4が春、うんうん、5は難しいね。5が難しいですね、うん、3、4、5が春、うん、6、7、8、9ぐらいまでちょっと夏っぽい。9はね、まだ残暑だよね、うん、で10、11が秋で、うん、12、12ぐらいが冬みたいな、うんうん、どうなんでしょうね。でも昔は旧正月だから一月ずれてたから、そんぐらいだったんですか。ああ、そうかそうか。昔の2月が今の、うん、違う、今の2月が昔の1月ですもんね。だからちょっと、ね、ずれてるね、春っぽいっちゃ春っぽいですよね、うんうん、だからまあいいかなと思うんですけど、まあそんな話をしたかったわけじゃないなんか、うん、今ちょっと涼しくなったなと思ったら雨が降って、うん、今日またちょっと暖かったですね。暖かったですね、うん、もう一回ぐらいやっぱ暖かくなるんですか、暑くなるんですかね。どうなんだろうね。今日ぐらいだったら全然過ごしやすくて、うん、まあいいかなって、洗濯物も乾きそうだしっていう、うん、そう、まだ難しいですけどね、うん、なんか、まあ、暑さも寒さも彼岸までというから、うん、9月の20日近くがお彼岸じゃないですか、はいはい、あそこまではまだ繰り返すんだろうなと、ね、ご実家が忙しくなる頃ですね。はい、はい、僕お彼岸がよく分かるんですよ。もう僕と親父がお彼岸なんですよ、ほぼ。父親の誕生日が9月24日で、うん、ほぼお彼岸なんですよ、はいはいはい、で僕の誕生日が3月22日で、はいはいはい、半年前のお彼岸なんですよ、はいはい、なんて時に、なんて時に。だからだいたい僕と父親の誕生日は忘れ去られる忙しいなるほどね。そう、僕前に寝る直前に、うん、今日俺の誕生日だったんだ、朝みんなうわーって家族が今からケーキ買ってくるんですよ。いやいや、買ってないでしょみたいなのを覚えてます。まあ2人ともこう使ってはーって疲れて帰ってきたから、はいはい、いいんですけどね、そう、9月と3月生まれは、うん、和菓子屋にとっては結構そうね、そうなんですよまあ他の人は別に関係ないでしょうけどね、うん、なかなか難しいところがあって、まあ、まあもうちょっと暑いのと寒いのを繰り返してちょっとまた、ね、うん、寒くなっていくかなと思うんですけど、もうついこの間衣替えしたばっかだなと思ったのに、もうまた変えなきゃいけないのかと思うと、うん、億劫でしょうがないですね。そうだよね。なんかでもさ、衣替えしたのさ、はい、ほんと暑くなってからじゃない。そうです、そうだよね、実は、うん、だから6月の終わりから4月にかけてぐらい、うん、はいはいはい、それまでずっと残ってて、うん、で暑いから T シャツとかを、うん、まあ、引っ張り出すけれども、うん、入れ替えはしないみたいな感じで、そうですね、うん、で今回もだから奥からまたね、ダサいじゃないですか、ね、うん、だから今その夏物のタンスをいっぱいにしておくと、うん、それを戻したところで冬物全部入らないですよね。ああ、そうですね。やっぱ冬物っていうのはちょっと厚めだから、うん、そうそう、いつもそれでね、うん、迷っちゃうんですよ。あの冬とかの移動とかも、うん、スーツケースがもう服だけでパンパンになるから、ね、うん、いつも迷うんですよ、ね、だから服だけ別で段ボールで送ってやろうかなと、うん、はい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 。今回のそのこれ無伴奏ソナタがあって結構な箇所もあるから、うんうん、結構大変だなと。そうそう、でさ、はい、洗濯とかねしてる暇ないんじゃないのっていうような日程じゃないですか。どうすればいいんでしょうね。あのコインランドリーやるかどうかとかもね調べてないですけど、やるとしたらだから仕込みの人かってことですよね。あ、本番の人が難しいじゃないですか、まあね、うん、劇場にはねあるからね、うん、まあ、最悪パンツさえ洗えれば、うん、どうにかなるかなと。あ、でも難しいかもしれないですねこれ、うん、三重から名古屋大阪がずっと続く来るんですかね、うん、後ほどちょっとこれをお知らせしましょうか、はい、じゃあ、ええ、こちらですね。では、キャラメルボックス201のグリーティングシアター無伴奏ソナタ、こちらがですね東京公演が
9月26日金曜日から10月1日水曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演いたします。こちらは今どんな状況でしょうか。はい、東京公演まだ全ステージご予約いただけます、はい、ただやはりですね、土日特にお昼の会がですね、はい、大変混み合っておりまして、現在、2階の席を中心に販売しております、うん、はいはい、その他のステージはまだ、1階の席もありますが、やはりこの土日の昼が混むと次は土曜の夜という感じなんですかね、うん、はい、このあたりは当日までにいっぱいになってくるんじゃないかなというような見込みではあります。はい、はい、続きまして三重公演です、はい、三重公演は10月5日日曜日に三重県文化会館中ホールで行われますバーって言っちゃっていいですかね、はい、続いて名古屋公演です。名古屋公演は10月8日水曜日と9日木曜日に名鉄ホールで、大阪公演が10月11日土曜日から13日月曜日祝日まで、森の宮ピロティホールで行われます、次が新潟公演です、新潟公演は10月25日土曜日にリュートピア新潟市民芸術文化会館で、最後岐阜公演が10月29日水曜日に大垣市スイートピアセンター文化ホールでそれぞれ行われます。はい、じゃあ分かるうちにいいですか、どんな状況でしょうか。はい、地方公演もまだ全ステージご予約いただけるんですが、はい、意外と混んでるのはこの岐阜なんですね。岐阜最後のこれ平日なんですが、はい、そうですね、もうあの8割超えていると聞いております。劇場からなるほど、これあのキャラメルボックスでは販売してないんですが、はい、まあチケットピアなどのプレイガイドでは販売しております。はい、他新潟も意外と、これはまあ土曜の昼ということもあって、はい、まあ、条件もいいんですけれども、はい、もう S 席はほぼほぼ売れていると聞いておりまして、まあ、A 席はねまだちょっとあるっていうようなことを言われておりますが、はいはい、新潟も急いだ方がいいかもしれません、はい、名古屋大阪あたりはまだまだいい感じの席が、はい、特に名古屋とかね、はい、平日で2日間ということもありまして、うん、まだまだ結構いいところ残っておりますので、はい、よろしくお願いします。こう稽古が昨日から始まりまして、はい、久しぶりに文学座の石橋哲郎さんとも、はい、ご一緒させていただいて、ええ、なんか懐かしい感じがしましたね。そうですね、そう久々に読んでみて、あ、うん、これ読んだことあるのは当たり前なんですけど、はぁーって思いました、うん、でもなんかいけないなと思うのは、成井さんも最初に言ったんですけど、初演を超えなければいけないと、うん、初演が好評だった分そのイメージが皆様にあるから、うん、それを超えていかなきゃいけないって思うんですけど、うん、読み合わせしてるとやっぱ過去に実は自分の言い方がやっぱ脳裏にあるんでしょうね、はいはい、なんかそれに引っ張られる感じがして、うん、なんかちょっとみんな探り探り状態な感じの読み合わせではあったんですが、それをこれからねどんどん稽古していって、うん、今年の、2014年版のウーバーソーソナタにしていこうかなと思っております、はい、まあ、まだちょっと稽古始まったばっかりで何とも言えませんが、面白い作品にしたいと思ってますので、ぜひぜひこちらの方よろしくお願いします。続きましてこちらです。じゃん、キャラメルボックス2014クリスマスツアーブリザードミュージック、こちらがですね神戸公演からです。神戸公演が11月22日土曜日から27日木曜日まで新神戸オリエンタル劇場で上演されます、はい、いい夫婦の日だ、ああ、ね、なるほどね、そうかもしれない、いい夫婦割とかすればいい、うん、夫婦できた方はみたいな ね、うん、続いて東京公演です。東京公演は12月5日金曜日から25日木曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます、こちらは、両方とも前売り開始が9月13日土曜日の午前10時からやっておりますね、はい、もう間もなく、そうですね、来週ですか、土曜日始まりますので、はい、ねえ、13年ぶりかな、2001年でした。2001年以来やりますので、はい、こちらの方、まあ、メンバーもガラッと変わってね、ええ、どういう人になるか、西川さんは変わってませんけれど、そうですね、はい、その他のメンバーは大幅に変わっておりますので、うん、全く新しいブリザードミュージックになるんじゃないかと思っております。こちらの方どうぞよろしくお願いいたします。続きましてこちらです。いや、キャラメルボックスアラカルト、太陽のトゲ、彼はなぜ彼女を残して旅立ったのだろう、こちらはですね12月10日水曜日から24日水曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。こちらの前売り開始も9月13日土曜日午前10時からとなっております。こちらは変則的な日程ですので、どうぞお間違いのないように、はい、ね、佐藤君はこっちに出るんですね、こちらに出させていただく予定です、はい、はい、予定は見てない、あ、でもいつからかあれですね、
キャスト括弧予定がなくなりましたね。あーそうですね、まあ僕が見てた頃のキャラメルボックスは必ずキャスト括弧予定になってて、はい、どうなるか分かりません。まあ内容としてはね変わんないんです。それはね、何かしら致命的な怪我したらね、そりゃ ね変わらざるを得ないですし、まあ一応このメンバーで、そうそう、なんか楽しそうなメンバーなので、脚本はあの空想組曲の保坂洋さんという方に書いていただきます、はい。どんなお話になるのかまださっぱり分かりませんけれども、こちら両方とも宮沢賢治を、まあ、こちらは宮沢賢治の作品で、こちらは宮沢賢治を題材にした作品になっておりますので、はい、両方ともよろしくお願いいたします。お願いします。続きましてはこちら、はい、じゃん、D-BOYS 10th Anniversary D-STE 15th 駆け抜ける風のように、こちらがですね、東京公演が10月9日木曜日から19日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。その他2会場です。大阪公演は10月24日金曜日から26日日曜日まで梅田芸術劇場シアタードラマシティで行われます。名古屋公演が10月31日金曜日から11月1日土曜日まで名鉄ホールでそれぞれ行われます。ということで、キャラメルボックスからは岡田達也、はい、三浦剛、筒井俊作、梶本大樹以上の4名が出演するということで、はい、来週から稽古が始まるんですかね。始まりますね、はい、確かほぼ並行して、ええ、ね、ヌバーソソーだとやっておりますけど、ええ、こちらは立川仁介の、まあ、第4作目といえばいいんですかね。そうですね、書かれなかったお話をやるということで、はい、熱い熱いお芝居がまた、ええ、時代劇なんか3本目みたいなイメージですよね。この新聞、ね、トゥルースと涙の風でやったんで、はい、こちらの方も熱い芝居になっておりますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。続いてこちら、ヤン大内敦夫出演、龍山寺事務所創立30周年記念公演第1弾どんぶりの底、こちらがですね9月26日金曜日から10月5日日曜日まで下北沢ザ鈴なりで行われますと。30周年記念、はい、キャラメルボックスの1年先輩ですね。素晴らしいですね、はい、もうさね、ちょこちょこ出演させていただいてますけども、こちらの方どんな話なんでしょうね。ね、あ、ゴーリキーのどん底にインスパイアされたって書いてますね。ガチャの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。最後もう一個こちら、ビャン、こちらも大内敦夫出演、高行鈴井プロデュース、はい、プロジェクト、はい、オーパーズボリューム2、はい、シップスインアボトル、シップインアボトル、はい、S がないんですか。 S ないです。シップインアボトル、ええ、要するにあれですよね、まあ一般的にシップインアボトルって言ったら、ね、まあボトルシップとかですかね、瓶の中に作る船のことですよ ね、それになぞらえてじゃないですけど、はい、まあこちらが東京公演が11月1日土曜日から9日日曜日まで東京グローブ座で、大阪公演が11月13日木曜日から15日土曜日まで、森の宮ピロティホールで、名古屋公演が11月18日火曜日と19日水曜日に名鉄ホールで、最後札幌公演が11月28日金曜日から30日日曜日まで同心ホールでそれぞれ行われますということで、はい、大井さん忙しいですね。ですね、掛け持ちで、はい、ね、これ鈴井さんも出られるんですか。はい、楽しそうですね。そうですね、あとヨーロッパ企画、ね、そうですね、ヨーロッパ企画の方とか出てて、はい、とてもちょっと面白そうなんですけど、まあ、どちらも面白そうなんで、はい、オイスターファンの方もそうでない方も、うん、ぜひぜひこちらの方よろしくお願いいたします、はい、あと阪中遊泳の熊川さんがここに写真には載ってないんですけど、出演されるんですか。はい、あ、本当だ、書いてあった。えなるほど、夏休み後時点で ね、はい、懐かしいですね、はい、はい、こちらぜひぜひよろしくお願いします。そんなこんなであっという間のお時間となってまいりました。ムバーソーソナタ稽古始まりまして、もうガシガシ進んでおります。驚くべきスピードで、はい、やっぱやってるだけあって、うん、ここでこうだったよねみたいな思い出しつつやってますので、うん、前作を超えるように頑張りたいと思いますので、ぜひぜひ劇場まで遊びに来てください。よろしくお願いします。というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週、バッハハー。ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。はい、さてさて、無伴奏ソナタ始まってるんですけれどもね、まあ今日稽古して懐かしいのもあり、うん、なんかやりづらいとこもやっぱり、やりづらいところありますか。前作やった、うん、前回やった時にも、うん、あ、これやりづらかったなと思うところはやっぱりやりづらくて、成井さんからのダメ出しも面白くて、うん、前回はこうだったと思うんだけど、うん、
今回はこうやってみないかみたいな、うん、そういう指示があったりとかして、はいはい、まあなぞってもねしょうがないもんね。そうなんですよ、うん、なんかねまあ結果似たようなものになってもやっぱり最初からなぞろうとしたらダメだし、うん、同じような感じでも超えてればよかったりするじゃないですか、うん、最初からそこを目指してたらそれ以上上は絶対いけないしっていうのは常日頃あるんですけど、ね、うん、だからそのなんていうんですかね、過去の自分との戦いっていうのもありますね、うん、こう分からないかもしれないけどマリオカートって分かります？あ、分かる分かる。ゴーストゴースト分かります？ショロさん分かります？分からない、分かります。マリオカートというゲームがありまして、うん、これはですね、あるその一周何分とかで走るんですよ、うん、これをバーってやっていくとタイムを縮めていくんですけど、ある程度いい記録が出るとゴーストって言って、うん、前の自分が一瞬に走れることなんですよね、半透明、半透明で出て、そうそう、同じコースをね、そう走るんですよ、うん、それと戦うのがね、うん、ものすごいドキドキして、はい、あのギリギリまで勝ってるんだけど最後のカーブでちょっとミスって抜かれ、ゴースト抜かれるとかね、うん、そういうの、まあ全然ゲームの話関係ないですけど、でもまあ過去の自分がこう出てくるっていう感じでね、それにどう打ち勝つとかね、うん、それゴーストと同じ走りしてても結局同じタイムまでしか来ませんよ、どっかで変えなければ、うん、もっと攻めるところとかねあるんだよねきっとね、そうそうそう、攻め方を変えてみたら、こんな攻め方してみたら、うん、ゴーストと全然違う速いじゃないかっていうのがねあるかもしれない、うん、いやいいですね、いい例ができちゃった、ね、マリオカートも何年もやってないですけど、ね、僕もそう、今 Wii U で出てて超楽しそうなんですけど、なんか世界中の人とやったりできるでしょ、そうなんですよ、出てるらしいんですよ、いいですよ ね、今そういう時代になったんだなと思って、ね、まあ加藤さんも出てたけど僕もインターネットまあまあ、うん、まあインターネットになってからやったんですけど、はいはい、そのパソコン通信の時代はさすがにやってなくて、うんうん、インターネット僕がやったのはその任天堂64っていうゲームの、はいはい、下に 64DD っていう64ディスクドライブっていうのがついた時があったんですよ、うん、ファミコンのディスクシステムとか、はいはいはい、そういった時にそれは任天堂のインターネットの会員しか買えなくて、うん、64DD は店頭で売ってなくて、うん、それに会員になって買ってきて、うん、それを電話線でつないで ISDN64 でつないでインターネットをやるっていうゲームで、それが僕のインターネット初かなんかですかね、はいはいはい、パソコンより前に、なるほど、もう遅かったですよ、まあね、もう映画出てくるのが考えられないですよ ね、ホームページ見るのに、うん、そうそう、上から順々に出てきて写真一枚が、ね、写真一枚がこう、うん、全部線が入ってるみたいな、うん、そんな時代から今はもうギガ、ね、ギガの時代、早いところね、一番早いところでね、うん、当時 64K ですからね、そうそう、もう分からない人には本当分からない話してますけど、まあそんな時代の流れを感じますけども、うん、ムーバーソーソナタ、ええ、なんかね今日はね前半だけやったんですよ、まだ後半やってないんですけど、うん、これから前回見た方は分かると思うんですけど歌のシーンがね、うん、出てくるんで、歌がまた、はいはい、もうオールディーズですね、懐かしい感じで、うん、みんな英語の歌詞に宿泊したのを覚えてて、うん、今回も苦労しそうな感じなんですよね、うん、読み合わせではさ、まあ、基本歌はなくていい、はい、という話で、はい、まあ、小田くんだけが美声を披露してくれました、ね、うん、だったけど、ええ、ね、これからの曲は歌わなくちゃいけないからそうそう、うん、もう僕ね、ギタリストでも何でもないから、あ、そう、ね、うん、立って弾いて歌うって結構ね、うん、僕の中ではキャパオーバー普通のことですよ、その歌手の人にとってはやっぱり、はいはいはい、こう芝居をしてて、うん、で急に歌に入ってっていうのがね、なかなか難しいんですよね、うん、なるほどね、うん、そう、やっぱね、普通に喋ってる声でやってるとキーが高くなっちゃうんですよ、よくあるのは、うん、そのセリフの声から入ると、うん、その練習の時はちゃんとしたキーで歌えるのに、うん、上ずっちゃう、気持ちが高ぶってるんでしょうかね、なるほどね、かといって話の流れで、うん、あーあーとかなんかやるわけにもいかず、だからミュージカルの人ってすごいなって改めて思いました、うん、なるほどね、普通にセリフ喋ってる子が急にポーンと歌入れるじゃないですか、うん、あんなのなかなか難しいですよ、アカペラとかで入ってるし、うん、外から見てるとね、分かりにくいですよ ね、簡単にやってるように見えますけど、うん、日本人特有かもしれないですね、なんかアメリカ人はその喋ってる声と歌う声が基本同じみたいなことを言われていて、だから日本人やっぱり歌う時のセリフ声の出し方と喋った時が全然違うんです、だから普段から腹式であんま喋らなかったりとかするし、あ、なるほど、喋る時のなんか使い方が違うんですってよ、うん、
まあ、そんなこと言ってもね見てる方には、うん、関係ないかもしれないですけど、まあそんないろいろ今回前回もいろんなことを詰め込んだ作品っていうのを確か押したと思うんですけど、今回も、ね、より一層詰め込んで、はい、歌もあるしセリフも芝居もあるし、うん、パフォーマンスもあるし、そのいろいろ詰め込んでいきたいと思いますので、うん、ぜひぜひこちらの方よろしくお願いいたします、します。というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週、さようなら。